昨日のね6月6日が、ホットウィールのベーシックカーの発売日だったんですが、ちょっとね用事があって、買いに行けなかったんですよね。で今日、まあ、残ってないだろうなと思いながらも、山田電機、まあ、近所が山田電機なんでね行ってみたところ、まあ、そこそこのものが買えたんで紹介したいと思います。っていうか台数は少ないですけどね。まずはこちら、今回のトレジャーハント、かっこいいね、ダッチチャージャーデイトナ、まあ、トゥーンドですけどね、はい、トレジャーハント残ってましたね。ただねこれめっちゃ割れてるんですよね、ここが。まあそんなのもあって残ってたのかな。まあ私どうせ開けるので、まあ関係がないんですけど、かっこいいよね。ちょっとこの辺怪しいかな、塗装が。とあとこちら、これ残ってたんですよね。モトサウルスの ID チェイスっていうのかな、こちら残ってたんですよ。 ID 初めてですね、 ID か。こんな感じなんですね。これアプリ最近ね、ダウンロードできるようになったみたいなんでやってみようかな。 ID これ人気ないのかな、モトサウルス。まあ、昨日買われた方が残してたんでしょうね。あとはまあ普通の、こちらかっこいいよね、42ウイルス MB チープ、かっこよ。これ欲しかったんでね買っております。あとは、カスタム71エルカミーノ、今回フレームスになってますね、ごついやつね。初登場は黒だったかな、ずいぶん派手になりましたね。で、1個落ちた。エイトクレヒトのもうセカンドカラーですね。これもあれば絶対買っちゃうね。あ、タイヤかっこよ、ホワイトリボンになってるんだ。で、残り1枚、さっき落ちたんですけど、これ欲しかったんですよね、カスタムフォードマーベリック。マットブラックがかっこよ、マットブラックのフレームスとかかっこよすぎだろう。っていう感じですね。結局、6台しか買ってないのか。まあ、6台中ね、2台が、こんな感じで、トレジャーハントと ID だったんで、まあまあの、感じだったのかな。まあ正直ちょっと欲しい実写カーがね、あまりってほぼ残ってなかったんで、これぐらいしか買ってないんですけど、まあね、7月を楽しみに、まあ7月でも、今回のアストトムが少しは入るでしょうからね、ちょっと期待したいと思います。はい。という感じでした。ホットウィールね、どんどん取り扱っていきますので、チャンネル登録等々よろしくお願いいたします。では、以上です。ありがとうございました。バイバイ。